お疲れちゃんスロットです。今日はですね、めっちゃ強いのに簡単なデッキを皆さんにね、教えていきたいと思います。こちらのジャイスキャラボールや軍で。ジャイスキャラですね。で、ジャイスキャラにも、本当にめっちゃ型があるんですよ。アーチャクイだったり、マスクだったり、ダクプリだったり、ミニピだったり、こう、めっちゃあるんですけど、簡単度ですね。今回その簡単度で言うと、このデッキは一番簡単かつ強いです。で、本当に、多分今もマルチ1桁に使ってる人いるかいないかぐらいの感じでマジで強くてよく使われてるデッキなんで、ちょっと皆さんもね、騙されたと思ってぜひ一度使ってみてください。で、使い方はですね、簡単パターン A、ジャイ、ダクネ、スケラです。はい、ジャイ出して、後ろにダクネ出して、スケラですね。で、基本的には、その立ち回りがパターン A で、もう一つが、相手のユニットに対して、それこそボーラー合わせて、で、カウンターで端前ジャイスケラですね。2パターンですね。相手のユニットに合わせて、カウンターでそのままジャイつけて、スケラつけてみたいな、パターンと、本当に、ケツから組んでのパターンですね。で、こういうのも守れないこと多いので、こんぐらいでも許容で許してあげてください。はい。で、今回に限っては三重視だったらガチでめんどくさいですね。いや、ジャイを加えたいんですけど、三重視、なので、もうね、ジャイとかいらないですね。もうこれで、多分形組むだけで、相手は結構きついと思うんですけどね、コウモリが残ればパーティーです。というわけで、このゴーストもね、あんまりね、受けてると逆サイド来てね、きついんですけど、今回相手がタルババの3白い服かなデリポンがないのかな。でも相手によってはちょっと立ち回りが全然変わってくることもあるんですけど、今回の相手のロイフグっていうのは、低めのスケルトン部隊ですね。高めのスケブは、タルババでやられちゃうんですけど、低めのスケブは絶対やられません。なんで、低めのスケブ意識すれば絶対突破されないんで、これ相手のもうまいですね。この逆サイドの突破に命かけてる。ですけど、ここ相手、顎か。顎で防衛してくると思うんですけど、これ多分普通にうざいと思うんですよね。これだってスケルトン呼んでるじゃないですか。呼ばれたスケルトン全員どっか行っちゃった。スケラノスケと今上から集まってきたスケでええ感じになるかなとか思ったんですけど、全然ですね、顎強しでしたね。はい。で今回三子はね、めんどいっすよね。三子は間違いなくめんどいんですけど、もうめっちゃいいヒースピしてくんな。うまっね。間違いなくボーラー逆サイドでしたね。ですけど、ジャイスキャラ打てればダメージはね、バカ入るので、それをいつ打つのっていう話ですよね。この辺も適当にカード回ししてね。よいしょ。石の角度で多分いけるんで、でもこの、やばい。痛い。危ない。危ない。これね、僕、勝っちゃうんですよ。これ、こっから。で、逆サイは守れたらいいなと思いながら、守りたいなと思いながら、守れたらいいなと思いながら、守れたらいいなと思いながら、ボーラー頼む。いやー、はい、ズルです。相手はタルババだけなんで、このスケルトン部隊とかボーラーのね、突破苦しいよねってね、危なかったんですけど、三重視とかはね、ちょっとめんどくなってきますよね。本当に刺さる相手にはガチで、もうジャイ、ダークネンスケラポーンで終わるんで、それをお見せしたいな。で、大事なのというか、意外と攻め雪玉をね、打てるなら打った方がいいですね。攻め雪打つと、単純にね、ジャイが残るんですよ。てか、ジャイが強いんで、意外とこのスケルトンラッシュを通すんですけど、その影に隠れての、ジャイパンが入るのがやっぱ強いですね。そう。なんで雪玉打っとけば意外とその遅延でジャイがダメージたまたま通るであったりとか、スケラが寄り刺さるとか、いろいろ本当にメリットしかないんですけど、雪玉って。スケラとのね、ジャイスケラとの組み合わせのね。そうだからジャイでスケラ打った時に、できるなら雪玉も打った方がいい。ですけど、コストがないなら無理しないのもいいんですけど、意外と無理したらね、大ダメージにつながったりもします。いや、もうこういうのいっちゃいたいっすよね。もう、チンパンなんでね。はい。で、もう10コスです。はい。端前10コスで後に乗ります。で、ぶっちゃこのカウンターは来るんですけど、カウンターってこの今から守ればいいんで、あとはこれもう祈ってね。ジャイスケラで攻めて、あとは防衛と。で、今回の相手ザップ持ってたな。ザップ打ち抜くいい感じのところに置いちゃおう。いいね。はい。まあやっぱスケルトンラッシュに、ウッドとかザップとか、ダクネとかにもですね、やっぱファイポイ使うと、それこそよりコウモリとスケブがね、防衛で、ものですし、攻めでもね、もうお化けになるっていう。まあ、スケブコウモリは下放していいですけどね、本当に。ちょっと強すぎるんで。さあ、これちょっとめんどくさいな。ね。もう男の許容で、男の許容の、なんなら端前じゃい。まあ、メガネと踏みだと思うんですけど、意外とうざいんじゃない？だからロイジャーミリペ使ってメガネとのコスト、あるんかーいとか言うてね。でもスケルトンラッシュも打ってあげて、で、これにコウモリ追加してあげると、もうどっちかはね、スケルトンラッシュか、こっちのコウモリか、どっちかいけるよねっていう。いいね。まあ、雪玉マス、ちょっと危ないか。これ390以上ね、死ぬ気で折らないと僕やばいっすね。でもザップ使ったんで、簡単な話ね。ここがもう、あ、やらめもあったんだ。やばい。待って、これ守りたい、正直。いや、これ、フルで守り、ダクネ使って守れなかったな、これ。やばい、やばい、ガチャやばい、ガチャやばい、本当にやばい。このスケルトンラッシュ数値です。はい。で、この雪を打つと、結構遅延でダメージ入ります。よいしょー。あと、やらめ県内にまで行ってくれればいいんですけど、やらめ県内行ってない。やばい。マジやばい。笑えない。笑えない。って俺やらめ外した？さあ本当にでもジャイダクネスケラーを組めればもうそんだけでね、しょっぱなからタワーオルとかも全然あるデッキなんで、ちょっとそれをねお見せしたいんだって。またヒースピアンえぐー。これはもうエリポン面倒で壊します。はい、雪まで打ちます。まあ、どんぐらい壊れるかはわかんないですけどね。まあ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 。まあ、エリポンはもうきついっすね。はい。なんで、しっかり粘りましょう。粘って粘って粘って、ジャイスケラ組めたらみたいな。え、これさ、相手ザップとかじゃないでしょ。絶対突破できないっすよね。いやー、ちょっと突破されそう。まあでも、抑えた方じゃないですか。さあ、3C っすね。で、エリババ型なんで、まあ、ハンターとかもいない。ああ、いうの強いな。これちょっと入りそう。で、これもう一回スケラっすね。もう、キングが起動するのがちょっと怖いので、位置をね、気をつけないといけない。さあ、スケラ打って、これ相手勝ったと思ってんだろうな。まあ、エリポンちょっと傷つけてほしいんだよね、スケに。いやー、脇運があんま良くないね。さあ、まあ、ここは別に耐えれるっすね。まあ、後半、ジャイスケラーの形組めたら、絶対俺の方が有利なんで、もう、三振が来ようが何が来ようが、一生耐えてください。うん。まあ、ロイフグいないのは救いかな。ガチ一生耐えてください。はい。もう何があっても耐えですね。このヒースピアだよね。さあ、何があっても耐えてください。耐えました。で、カウンターでここでスケル打ってると熱いんですけど、エリパパがやばいね。いやー、めっちゃその、ね、アイゴレ。そんないい感じに釣れるんだね。さあ、ですが、今回の相手は三重視でスペルがタルババしかありません。なので、僕はこれをマジで、ガンイモで耐えて、まあ、一回ジャイスケラで雪玉とか打っとけば、全然勝てる可能性があります。で、こう固めてくると、まあ、ちょっと無理なんで、そこに対して雪穴目2周回しつつね。やべ。当たってね。こういうの良くないですね。まあ、あとはこのボーラーの石黒の角度も意外と大事かな。相手はエリポン置いてくると。そんなことをしてる余裕はないでやんすよ。まあ、アイゴレでこの逆サイドがうまいっすね、この人も。で、これはまあ、雪打って、この、遅延のね。いや、ジャイが、あ、ジャイが、入って勝っていく。さあ、まあ30勝の弱点はスペルが足らぶ方なので、まあこんな感じで粘ると勝てますね。もう同じですね。38バックの。さあ、あなたは何デッキでしょうか。そして今回の初手はね、めっちゃいいです。はい。いきます。まあ一瞬待ってもいいけどね。ああ、いや、これはコウモリで守って、まあさすがにザップないやろっていう。さあ、後ろからジャイ。で、このすぐダクネじゃなくて距離開けた方がいいですね。なんか知らんけど、距離開けた方がいいです。はい。で、ジャイダクネで、スケラ打って雪玉打っとけばいい感じになります。まあ、ホグ来てもスケブで守ればいいやろっていう。さあ、で、雪まで打っちゃいます。この雪大事ですね。この雪打つことによって、ジャイが長生きするので、まあ、よりね、スケラのこの、入りが良くなる。ターゲットを取ってくれるんでね。で、たまにジャイもタワーに届くという感じで、なんですけど、まあ、相手の防衛がうまいですわな、本当に。このコウモリはやってる。で、アゴホグか、まあ、ホグウッドかはセットで来なきゃ、多分ホグ単品は普通に考えて来ないと思うので、まあ、ここは一旦ボーラーでもいい。うん。ファイスピですね。さあ、これうまいとね、ボーラー単品でいくとね、大砲プラスのウッドでキング起動とかをしてくるんですよね。そうなんで、ここはちょっと一瞬、マジで本当に相手が天才だった時のキング起動を考えて端前ジャイします。はい。で、一応雪までやっとくか。まあ、やんなくてもね、いいっちゃいいんですけど、この少し遅延がかかるだけで、いや、えぐい入るくないですか。ね、今の雪の少しで。そうなんで、意外とね、もう、打ち得というか、まあ、毎回打ってると、ああ、雪玉来る。じゃあこのタイミングでホグ飛ばそうで噛み合わせられると思うんですけど、まあ、最初ぐらい打っていいんちゃう言うて。で、まあ、ボーラーでいいかな。スケブで守るとやっぱね、リスクがあるっすよね。まあ、逆サイ来た時に、おとなしくダクネで守るか。と見せかけて、いやー、わざわざ、いや、ファイブを打ってくるタイプか。なるほどね。アゴフグで、スケボーを出さない読みからのあえて出したら、なんなら余計ぶっ刺さった言うて。なんやねん言うて。で、暇なんで矢の雨まで打って。いやー、矢の雨打ったらスキ引いたっすね。熱い。でも、ジャイ出さんでもこんだけ入るっすからね。ね。さあ、ファイスピは嫌よと。まあ、2.65 もファイスピになってますからね。で、こういうのは、ケツジャイ怖かったら、まあ、ダックネからでもいいっすね。どうせもうジャイフタすんだよね。さあ、ジャイフタして、早めに5ウッドでダクネだけ溶かされるかな。もうこれ、ボーラー強でいいんじゃない？まあ、ユキぐらい打っとくか。いや、打たなくてもいいね。ちゃっちゃスケル打ってば。だってこれもうスケル打っとけばさ、相手きついじゃん。ね、そういうことだよね。で、スケル打って、ウッドの後にやっぱスケとか出てくるからね。その、引く用の矢の雨ですね。さあ、もうスケラ打っときゃ入るんすからね。マジで。ウッドもセットで。さあ、しっかりね、スケブ警戒してますよと。もうこれね、マジ、内側スキラー、マジでこれ絶対入るっすからね、この位置。絶対です。いやー、入んなさそう。めっちゃいい防衛されてる。まあ、100なんでね、まあ、呪文圏内ですね。さあ、回して、勝ちなよっていうので、まあ、マジで、なんだろう、最近、スケラがガチで強いです。はい。まあ、負けるデッキ、クエイクぐらいですね、スケラって。まあ、クエイクデッキと、まあ、ポイズン防衛、徹底マンとか、まあ、相当なんかじゃないと負けないぐらいスケラってほんと強いんでね、最近。ガチで使い得っすよ。うん、使い得まだ言い過ぎかもしんないけど。そう、マジで強いんですね。マザネクが消えたんでね。ガチで。さあ、よろしく。これ、スプリングさんあれだな。ちょっと前に当たったな。ゴレだって気がすんな。スペルなしゴレじゃなかったかな。ライドラのやつですね。みかんさんとかもよく使うやつだ。いやー、これ、ケツジャイしたいっすけどね。マジで。カウンター GG されちゃいそうなんで。一旦ボーリーでいいや。うん。ライヒドラムートみたいな形っすね。なんで気ぃつけないとユニット溜まっちゃうっていう。さ、デビドラで僕ぐらいになると一旦こう捨てるっていう。ドヤン決着来ないかなあ。これ来た。これジャイだけでいいかも気づいたけど。あームートやだね。トルネとか、いやートルネとかしてこないんだね。さあ1本さあユキまで打つが、あーゴルナイもいんのか。まあこれゴルナイは無理っすね。はい、まあ1-1になって、まあこっからっすね。はい、でこっからの立ち回りは意外とこの大事で、金庫をね狙うのが意外と強かったりするんですよね。ああ俺のこのダークで残ってほしかったな。でもさあもうキング狙っています。それ意外とね結構強かったりするんですけど、ああ今タゲ発されたの痛いな。さあまあユニットからゴレ出していけばいいですからね、このライドラゴレは、このスケラには。さあでまあドラドラとか、まあ、いっぱい来るっすね。もう安よねこれ、多すぎ。さあ矢なめも使いながら、コウモリで。まあユニット出しすぎないで守るのが意外と大事かな。うん、さあケツゴレ来る。ぷい、ちょチンパンジャイスケラで勝ちいきます。さあこれはもう速さ対決です。速さ祈ります。祈ってスケルトンラッシュが強いんだにょーんですね。はい、まあもうこれはまあキングいけたらよかったんですけど、思ったよりキング削れなかったんで2個目でしたね。まあこの守れない時にもうぶっぱで攻めちゃうっていうのもジャイスケラの強みですね。まあ初手にジャイダクネあったらもうね脳死楽ちん GG でいいんですけどね。さあよろしくねと、まあ、コウモリ捨ててからの欠ジャイは安牌ですね。まあ、なんか来たのにボーラー合わせてからの欠ジャイでもいいですし、まあなんでもいいか。まあ、ボーラー使っちゃうか。さあスケブですね。もう同じ同族の香りがします。マジでスケブ加工していいっすね。もうスケルトンが強え、本当にね冗談抜きでここ最近スケが強いですね。これなんかワンチャンキング起動とか気ぃつけないといけないんで、コウモリまで追加しちゃおう。うん、さあもう分かんないで一旦決断しますまあユキ打っとくか、さすがにこれはガゴムレ無視はバカだと思うんで。でさあジャイの間を空けて、なんかジャイスケラ使ってるとバカになるな、なんか喋り方が。誰が元からや言うてね。でネクロはねガチでそのスケルトンラッシュメタで結構きついです。ネクロの範囲とこのネクロから生まれるスケがスケラにすごい強くて、ダクネにも強くて、もうやばいんですけど、やばいっすね。ネクロがガゴムレ。え、これ、負け先やってるっていうようなデッキが来たんですけど、まあ言うて形組んで攻め行きどっこいしょしとけばなんとかなるでしょっていう感じかな。なんだろうね、デッキが。まあ、ネクロ、いや、ジャイスケラ対決か、これ。ガゴムレ。いやー、まあ、レイジ入ってて、バルーンか、まあ、スパーキーもちょっとありそうだし、まあ、チンパン。間違いなく言えるのはチンパンですね。いや、めっちゃいいスケブじゃない？このジャイを溶かすかつ攻める。で、ガゴムレ来たら俺、ヤナメ打てばいいんでしょ。えぐくねこれ。はいよいよ、俺のヤナメ。あ、てか、ネクロされたらさ、あなたマジでスケラどうすんのって。で、ここは、ジャイ出して一瞬スケラ打たずに、そうっすね。ガゴムレが来るんで、打ってからの、さあスケルトンラッシュで、攻め駅までも打っちゃいたいけどな。打たなくてもなんか、ガチで辛そうだね。まあ、ここでなんか添えてあげるか。さあ、雪玉添えてあげて、えぐいな、マジで。もう相手の主軸というか、もう相手のデッキは分かる前でもうバトル終わってますからね、今。さあ、ボーリー、ネクロに合わせてあげて。いや、ジャインスケラの破壊力やばいよね、マジ。さあ、来ましたね。ジャイスケラにはジャイバルーンよと。で、もしかしたら、まあ、なんかやばそうなのが来るのかわかんない。まあ、レイジ来て、ここはもう攻めるが勝ち。さあ、ユキ打って、ガゴムレにはヤナアメが欲しい。ヤナアメが欲しい。ヤナアメで、ナイスパンチ。いや、もうジャイのパンチが強えよ。マジ、筋肉弾、まあ、噛んだんで最悪。気割り。マジで、でも、本当にジャイのパンチが強え。本当に。加工してください。はい、ということで、もうジャイダクネボーラーですね。これマジでデッキパワー高々なんで、皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。